はじめまして皆さん、サイバです。今まで歌枠動画ばかりでしたので、こうして普通のトーンでお話しするのは実は今回が初めてなんです。そこで改めて簡単な自己紹介をさせていただきたいと思います。名前はサイバヨガ子、上司からはサイバ、同僚からはヨガ子、部下からはサイバさん、時にはマスターって呼ばれたりもしますね。ぜひヨガ子って呼んでください。誕生日は6月13日、身長168センチメートル、特技はヨガ、火の呼吸、そしてヨガの柔軟性を生かした殺人的な締め技と関節技を主とするヨガプロレス、あとは脳波と自律神経の制御、いつでも最高の精神状態ゾーンに入ることができる。今装着している脳波で制御されたサイバーヨガアシストスーツも自在に操ることができるわ。このアシストスーツによる身体機能の拡張によって殺傷能力をさらに高めたものが私の電脳ヨガプロレスという格闘スタイルなの。とまあこんなあたりかな。表向きは普段はサイバーヨガ研究所の上席研究員として医療用アシストスーツの研究開発に携わっています。その他はあまり表立って言えない活動の方が多いかなと言いたいところですが、今日は特別に私の秘密を皆さんにだけお話ししますね。裏の顔は電脳ヨガ隊率いるリーダーとして実践現場でサイバーヨガアシストスーツの効果検証を秘密裏に行っています。また週末は私自身の格闘技能力向上のため電脳ヨガプロレス連盟主催のリングに上がるヨガレスラーの顔も持ち合わせているわ。覆面をかぶってリングに上がっているので周りにはバレていないはず。それもこれも全てはマスターブラックビビリ率いる悪のヨガ組織ブラックアグニとの対決に備えるため。私がこのチャンネルを開設したそもそもの理由もブラックアグニとの直接対決に向けて皆さんお一人お一人の力をお借りしたいからなのです。チャンネル登録者獲得という名の造幣が。そしてこのチャンネルで私自身のヨガ修行で得た脳や心、潜在能力に関するレクチャー動画を上げることで舞台全体のポテンシャルを引き上げることを目指しているの。というわけで今後は電脳ヨガ VTuber として脳科学をベースにヨガやメンタルに関する解説動画をメインにアップしていきますので、よろしければ高評価、チャンネル登録、 X のフォローをよろしくお願いします。